来た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 。ここはね明るいね。で、あのポーランドの歴史みたいのが飾ってあるね。ここはさ、ちゃんとさ各扉閉めないといけないっていうのがすごいよね。あ、じゃあ降りるね。でこの出口から戻ってきたんで、あとは下るんだよね。そうするとね、ここに戻ってくるみたいだね。ほら、まあ、とりあえずはね、コンプリートしたみたいですね。いや、あとあそこが残ってるのか、ちょうど真正面で、こっから、戻るところだね、出口が。でさ、3時までにさ、ナビっていうか返せって言ってたんだけど、最初ね、歩くとき、そんな3時まで超楽勝くんじゃねえかって思ったんだけどさ、もう2時だぜ、2時あと1時間で返さないといけないよ。まあ、あそこ入ってもコンプリートでやっと返せるみたいな戻らないといけないね。そしたらつうかさ、暗くてわかんねえよ、やっぱり。ここがやばい、行き止まり。え、ここ行ける、行けない。あ、これでもうコンプリート。はい、まあそういうことでね、歩いてみました。また雨が降ってきたね。ちょっと雨宿りのところ行こう。いや、まだこのルートがあったな。なんかゴブリンスレイヤーみたいになってきたな。ほら、砲台の弾かな、ね。これ、いやでもな、これなんだろう、砲台の弾にしては違うな。これはただ単にオブジェなのかな。鉄には見えねえんだよな。あ、でも鉄、いや、わかんねえな。石だ、石。やっぱり鉄じゃないよ。なんだろう、こういうのいっぱいあるね。おや、こっちも行けんのかな。お、いける。でれれれれ、よし、じゃあ入ってみるね。お、こんな感じになってるよ。これお墓かな。でカメラではね、多分真っ暗だと思うんだけど、なんだろう、お墓みたいな感じになってるんだね。一応ちゃんと降りられるようになってる。なんだろうこれ。なんだこれは。なんかさ、真っ暗だからやたらと映えるよね。外明るいのよ、それなりに。なるほどなるほど、それでこっちの方に戻ってくるわけだ。ははははは、多分これでコンプリート。完全にもう今回でコンプリートですよ。だから2時か。これはやっぱりお墓なのかな。ね、なんかそんな感じが
するな。お墓ちょっとなんか書いてるね。墓石だね。あ、そうするとこれもお墓になるのかな。ねえ、これも破壊されちゃってる、破壊されちゃってるっていうかさ、壊れちゃってるけどさ、そしたらこっちにそうすると戻ってくるわけだね。なんだろうこのブブブブブって音。うわ、雨が降ってきた、雨が降ってきた。またもう、よし、傘を展開だ、傘を展開だ。うわ、すげえ雨。よし、傘を展開、 AT フィールド展開。なんか白って感じだよね。ほら、真っ白なんだけどさ。よし、あとはもう帰るだけだね。でさっきの階段上がって、また中庭に戻って出口ってことだね。はい、戻ってきたね。それでこれであの入り口にね戻って、お城をコンプリートしました。お城巡りコンプリートしましたって感じだね。そしたらねあの入り口にね戻ってこうね。で入ってきたところがねこんな感じになってんだね。こっから入ってきたんだね。ただ石畳がねちょっとボコ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 になってるから、足元もちゃんと気をつけて歩かないとねいけないね。よし、出口だ。なんかクリスマス装飾が綺麗だね。ね、ではい、こんな感じ。どうせだからねちょっと横をちょろっと見てみようかね。であそこがね入り口ね。はい、で横がねこんな感じになってるね。横はねもうあそこでなんか入れないみたいになってるね。まあとりあえずねそこら辺まで行ってみましょうね。よーし、あ、かわいいかわいい、子供遊んでる遊んでる。でも風邪ひいちゃうよ、風邪ささないと。目の前にね大きな川があって橋があって城がこんな感じであるんだね。そういえばさ、これ系の石畳があるじゃない、今思い出したんだけども、これってさ実はさ車椅子だとさあのすっごい渡りにくいんだよね。なんでそんなこと言ってるかっていうと、私じゃなくて前ドイツ行った時にね困ってる方がいたのよ。でそれで押してあげたんだけどね、あのねすっごい大変なのよ実は。で手で押そうとしても本人が押そうとしても全然やっぱりねあのこのポコポコ系はね進まないんだよね。まあふと思い出したんでね、やったー。でね携帯ねまた寒さでねちょっといかれてきたんでね、バッテリーの方なくなって急激になくなってきたんで、とりあえずなんとかつきました。まあ最後にね全体像ね、正面からの全体像かっこいいね、えかっちょいいな。 OK、 それじゃあね携帯のねあの温度もね冷たくなくなってあったかくなったからね、あの電池容量もね戻りました。でねこれちょっと気をつけてもらいたいのが、ほらようこそって書いてるでしょう、じゃなくてこれオープン、オープンちょっと見にくいかな、ほらこれだとわかるね。9時30分午前はまあいいとして午後3時30分までしかやってないからね、ほんと気をつけてね。で3時まで開催っていうことなんだけども、もう自分はねもう楽勝くんだろうと思ったらね、今2時なんだけど結構ね時間かかったもん。1時間か2時間で終わるかなと思ったらそれ以上やっぱりかかったからね。だからマルボルク城に来る時にはね3時30分までなので早めに来た方がいいよね。1時間2時間で楽勝くんだろうって思うと楽勝くんじゃない可能性があるから、まあそこら辺気をつけてください。